それでは地の祝祭に向けて戦歴の討伐モンスターリストの豆知識を見ていきましょう。現在悪魔系の前回がオストローですね。で、今回はデビルプリンスからだったと思います。地獄の深淵から生まれた冷酷無比な魔界の王子。この人魔界の王子だったんだ。闇の魔力によってザラキやドルマドンを放つ。まあ、魔界の王子というとね、まあ、魔王というと、アスバルさんとか、あんな、ね、ユシカさんとか、ね、ナジンさんも、で、魔王の息子だったので、魔界の王子っていう、ああいう感じの人を思い浮かべますが、デビルプリンス、まあまあ、そういう名前なんだよね。世の女性の王子様像をぶち壊したいと思っている。最近のブームは毎日、ヒット、白馬を丸飲みする。まあまあ、白馬の王子様みたいな、そういうイメージを打ち壊したいから、白馬に乗らずに白馬を丸飲みすると。ちょっとまあ、よくわからないです。いや、もっとナジンさんとかね、アスバルさんとか、もっとまともというか、普通の魔界の王子っていう感じですが、まあ、なんか、よくわからない。はい、寿司王丸。人間に強い恨みを抱く、半獣半人の怪力王。巨大な炎を振り回し、羽に暴れる。ガニラス握り、つむりのつけ。ガニラス握り、つむりのつけ。メイナ軍艦、アーノン巻き。あらゆる魔物をネタにする。粋な握り寿司を。そうなんだ。握り寿司にする。ガニラスの、まあ、カニの握り。つむり、まあ、貝。貝みたいな。メイダあれ軍艦にできるの？メイダの卵が小さいイクラみたいな感じの。ヤーノン巻き。イカの。ヤーノンってイカのやつです。イカの巻物。握り寿司を。はい。あ、寿司大丸だから、握り寿司大丸って言うのかな。寿司大丸が濁ってというか、寿司大丸が濁って寿司大丸になってるのか。寿司って別の、ねえ、言葉から来てるのかと思ってましたが、握り寿司王丸。で、最後マスター。邪悪な魔法の扱いに長ける、下道に落ちた魔法戦士。自らの魔力を暴走させて放つバギクロスは脅威。魔法戦士なんですね。で、まあ、両手剣っぽいやつを、片手で装備してるけど。バギクロスが使えると。魔法戦士といっても、ベリナードの魔法戦士団とは一切関係がないと、王国は公式に声明を発表している。まあ、魔法戦士といっても、魔法を使う戦士のことなので、まあ、全然違う方法で魔法戦士になった。まあ、ベリナードの、
魔法戦士さんとは関係ないんですよ。死神の騎士。血に染まった鎧をまとい、火の香りを漂わせる騎士。ガードマスターを駆使して、敵の攻撃を受け付けない。うん。浴びたばかりの新しい血と乾いた古い血が混ざり合い、既存目の鎧には色ムラができてしまった。うん。まあ、この赤い部分が、多分、新しい血なんでしょうね。で、ピンクの部分が、古い血。ね。で、ってことは、この、なんていうの、裏側は最近、ね、血が、帰り血を浴びたけど、なんていうの、こっち側は真ん中だけ、血を浴びて、どんな使い方したんだろうね。相手を捕まえて、斧と盾で、えいって、えいやって挟んだんですかね。そしたら、胸の部分も、最近血が、最近のね、新しい血が、つきそうなものですが。一体どういった戦い方をして、この部分がピンクとなり、この盾の裏側の部分が赤くなったんでしょう。ちょっと謎が謎に包まれてます。破滅の使者。この世を呪い破滅を振りまく邪悪を崇める神官。そのくせ回復呪文が得意なのは元々の育ちの良さゆえか。うん。破滅を振りまく割に、回復呪文を使うと。謎です。高度な呪文を身につけたエリート神官だったが、ギャンブルで身を持ち崩し、破滅の人生を歩み出した。エリート神官がギャンブル。ギャンブルで身を持ち崩してしまったと。ギャンブルで負けたからこの世を呪って破壊を、の鍵を尽くしている。感じなんですかね。はい。セルゲイナス。で、時空を超えて現れるおぞましい伝説の魔人。マヒャディドスを唱え、すべてを凍てつかせんとする。時空の渦に飲まれた、ナスビナーラが覚醒。ベルギーナスだから、ってこと。ナスビナーラが覚醒し、セルギーナスへと進化する。まあ、そんな新説もあると。これかなり怪しい説です。これ違うんじゃないか。時空の、ナスミナアラを時空の渦に入れると、セルゲイナスになる。ちょっと、怪しいです。違う気がします。グーシオン。うん。いやー、グーシオンも懐かしいなぁ。この辺あった。死神の騎士は、浜石を取るためにそこそこ、ね、買ってたんですが、グーシオン懐かしいなぁ。バージョン3のところだよね。うん。今は変わっちゃってますが、グーシオンね、スライムウィップっていう、ウィップじゃないな。スライム棒かな？ん？スライムシュートか。まあ、スライム型の、弓を落として、スライム棒、スライムシュートの基礎効果が、確か呪文速度アップとかだったかな。で、その、スライムシュー
当の、錬金のね、呪足がついてるやつが欲しくて、一時期ずっとグーション直しましたけどね。バージョン3ですね。嵐の領海のね、塔の最上階とかで、グーション3体ずつ出てくるので、あそこでひたすら倒してました。で、バージョン3は結構そこでレベルを上げていた気がします。結構懐かしい。じゃあまあ、ちょっと時間かかったんで、次回グーションからにしましょうかね。はい、スペースではもう、破らないで。はい、というところで、今回はこの辺で、どうもありがとうございました。